広山晴美は日本女子の元陸上競技選手。現在は陸上競技の指導者及び昭和女子大学の非常勤講師などを担当中。夫も同じ陸上競技元選手で現指導者の広山務。現在一児の母親。徳島県鳴門市出身。血液型は B 型。鳴門市中学校時代に陸上競技を始め中学時代に 1> 第1回全国都道府県対抗女子駅伝競争大会にも徳島県代表として出場している。徳島県立ナルト高等学校を経て国士館大学卒業後の1991年に資生堂に入社。1993年2月に資生堂ランニングクラブの元選手で引退合同コーチに就任した広山務と結婚。 その後もミセスランナーとして長い間にわたり、日本女子陸上界のエースとして、君臨、現役時代はトラックの女王の異名を持っていた。現役当時日本女子の若き陸上選手からは、目標とする選手に、広山の名前を挙げることが多かった。オリンピックには、1996年、アトランタオリンピック、2000年シドニーオリンピック、2004年、 アテネオリンピックと長距離トラック代表選手として3大会連続出場という偉業を成し遂げているが、かつて日本女子の陸上トラック競技で五輪3回出場は広山が初めてであったを果たしている。また、世界陸上選手権には通算4回出場しており、1999年世界陸上セビリア大会では女子1万メートルで4位入賞するなど、 合計3種目で8位以内の入賞を果たした。なお、広山と同じ1968年生まれで活躍した日本女子陸上選手に松野明美、牧は鈴木博美がおり、この4人が4天皇と歌われた時期もある。かつて1500メートル、3000メートル、5000メートルのトラック3種目で同時に日本記録を独占していたことがあった。さらに、 フルマラソンにおいても2時間22分56秒の日本歴代8位の高記録を持っている。現役の社会人時代は、資生堂の社員らしく、競技においても女性らしさを大事にしており、一個人として競技に参加する場合は、基本的にブルマー状のランニングパンツを着用していた。これは部の大先輩であり、東京国際女子マラソンに、 1> 第1回から連続して参加していた松立への影響を受けているものと思われる。ただ、駅伝など団体の一員として参加する大会においては、一般的なランニングパンツを着用することの方が多かった。社会人になってのトラック競技においての世界大会出場は、1993年の世界陸上シュトットガルド大会の1500メートル3000メートルでの出場である。 二種目ともに予選落ちであったが、翌1994年の自国開催である広島アジア大会では3000メートルでの出場を果たし、馬軍団の超早指令には敗れたものの8分53秒74の高記録で銀メダルを獲得した。また、この年は絶好調で1500メートル3000メートルで当時の日本記録を樹立している。広山の 初めてのオリンピック出場は、1996年のアトランタオリンピックだった。女子5000メートルに出場するも、レース本番前に体調を崩した影響により、予選落ちという不本意な結果に終わった。アトランタ五輪から1年後の、翌1997年の世界陸上アテネ、大会5000メートルは8位入賞を果たした。また、同1997年10月の、 日本陸上選手権1万メートルでは、千葉雅子や川上優子など若きライバルらを退けて、初優勝。それから2年後の1999年の世界陸上セビリア大会1万メートルは、メダル獲得に届かなかったものの、4位入賞の、好成績を上げている。フルマラソン初挑戦は、国士館大学の卒業記念として出走した1991年の、 名古屋国際女子マラソンでまだ結婚する前のことである。レース終盤は極度の疲労と空腹感に悩まされて途中歩いてしまいながらもなんとかゴールにたどり着いた。2回目のマラソンはそれから7年が経った1998年の初マラソンと同じ名古屋国際女子マラソンだった。3 0トル地点までは先頭集団のスローペースに余裕でついたがその後 当時の日本最高記録を達成して優勝した高橋直子の猛烈なスパートには全くついていけなかった。それでも初マラソンのタイムを20分以上短縮する2時間28分台をマークし3位に食い込んだ。1999年8月の世界陸上セビリア大会1万メートルで日本女子最高の順位と同年10月の日本選手権優勝の実績により、 翌2000年シドニーオリンピックの女子賞、距離トラック種目の内定代表に、日本陸連から打診を受ける。しかし、世界陸上では4位とはいえ、3位の選手とは1分、近くの差があり、世界と互角に戦うなら、フルマラソンしかないと判断した広山は、五輪内定を辞退。あえて女子マラソンの種目で、シドニー五輪へ挑戦することとなった。 2000年9月開催のシドニー五輪女子マラソン代表選考レースだった同年1月の大阪国際女子マラソンでは序盤から積極的に集団を引っ張り終盤の 37km 過ぎに広山自らスパートを仕掛け 40km 地点ではリディアシモンラに11秒の差をつけて勝負あったかに見えた しかしシモンはここから驚異的な追い上げを見せて、長い陸上競技場に入る直前のゴールまで、残り500メートル付近で、広山はシモンに追いつかれ逆転されてしまう。結果広山は2時間22分56秒で、ゴール、世界歴代9位、日本歴代3位の高記録でゴールしながらも、優勝したシモンにわずか2秒差で2位と敗れた。 注目されたシドニー五輪女子マラソンの選考は、すでに市橋由里が昨年の世界陸上セビリア大会での銀メダル獲得で内定済み代表に選出された東京優勝の山口恵里と名古屋優勝の高橋直子より、広山は順位もタイムも劣っていたため無念の落選となった。五輪女子マラソン代表落選時の広山は夫の務コーチと共に、 夫妻二人揃って、気丈に、記者会見に応じていたが、内心落選のショックは、かなり大きかった、という。それでも、広山はめげずに、一旦は、五輪内定を辞退していた、長距離トラック種目での五輪代表を目指すこととなった。そして先行レースの水戸国際陸上大会で、優勝し、晴れで、シドニー五輪女子1万メートル代表に選出される。 夫の務むコーチは思わず関類、その光景にもらい泣きする陸上ファンも多かった。そのシドニー五輪の1万メートルレース本番は予選では余裕で通過したものの決勝では超高速のペースについていけず、レース後半周回遅れとなり、再開の20位に終わる。しかし広山はいろいろなことがあった中、 五輪の舞台に出場することができてよかったと、サバサバした表情で語っていた。2001年には、ロンドンマラソンで自身初の海外マラソンに挑戦するが、12位に終わっている。翌2002年、大阪国際女子マラソンでは、ローナ・キプラガトには、敗れたものの2位に入り、大南博美と共に、富山はアジア大会の女子マラソン代表に選ばれた。普山はアジア大会では、 序盤から積極的に先頭に立つものの、優勝したハム・ボンシルの小ンザメ双方に翻弄され、敗れたものの、銀メダルに輝いている。シドニーオリンピックの女子マラソン日本代表落選から4年後、35歳となった2004年アテネ五輪も女子マラソンでの出場を目指したが、先行レースの同年1月の大阪国際女子マラソンでは、 ベース9番の大阪城公園内でスパートした、千葉雅子や坂本直子らについていけず5位に止まり、再び五輪でのマラソン代表選出はならなかった。しかしその後はすぐさま気持ちを切り替え、長距離トラック代表での五輪出場を目指した。そして同年6月の日本選手権、女子1万メートルで3位に入賞、4年前と同じく、長距離種目での五輪日本代表入りを果たす。 日本女子の陸上競技トラック種目で五輪3回連続出場の開挙達成は彼女が初めてであった。そのアテネ五輪1万メートル本番では大島めぐみ、福士かよ子と共に出場しメダル、入賞争いには絡めなかったが前回のシドニー五輪よりわずかながらも順位を上回り18位のゴールだった。36歳となった2005年1月の 大阪国際女子マラソンでは2時間25分台タイムをマークして3位に入る。そして同年8月の世界陸上ヘルシンキ大会に初めて女子マラソンの日本代表に選ばれた。その世界陸上の本番レースでは優勝したポーララドクリフラのハイペースにはつかずに自長。一度も優勝争いに加わらなかったものの、レース後半に追い上げて結果8位入賞と検討する。 また、通算3種目の世界陸上選手権入賞は、日本人では広山が初めてであった。37歳となった2006年3月の名古屋国際女子マラソンでは、41キロ地点までトップを走っていた渋井陽子を、一時は最大58秒もあった差を驚異的な粘りで、かわして大逆転、自己最高に迫る2時間23分台の好タイムで、 悲願のマラソン初優勝を果たした。ゴール後に、夫のツトむヘッドコーチと抱き合い号泣した姿は、陸上ファンならずとも大変感動するシーンとなった。なお、37歳での日本女子選手の国内3、大マラソン優勝は、34歳で同じく名古屋で、優勝した、浅井恵里子を3歳上回る、現在の最高齢記録である。 さらに2時間23分26秒のゴールタイムは35歳以上の女子マラソンランナーの記録としては2016年現在でも日本女子の最高記録である38歳となった2006年12月の全日本実業団対抗女子駅伝では資生堂のロックアンカーを務めた5区から6区への中継所での広山は2位でタスキを 受けるも、10秒差あった首位の三井住友会場の、アンカー大崎千尋に途中で追いついた。そして、最後の長良川陸上競技場に入ってからトラックで引き離して、逆転、ついに資生堂の初優勝に貢献した。資生堂陸上部の功労者であり、最初にゴールテープを切ってほしいという願いを叶えた、広山に対し、資生堂の部員たちは、ゴール後嬉し涙を流していた。 2007年3月の名古屋国際女子マラソンで2連覇と39歳となる同年9月の世界陸上大阪大会代表選出を目指して出走。結果優勝した橋本康子と3秒差で2位となったが、ゴールタイムが他の候補選手らと比べて劣っていたのが響いて2大会連続の世界陸上女子マラソン代表選出はならなかった。 翌2008年3月の名古屋国際女子マラソンに再び出走、同年8月開催の北京オリンピック女子マラソン代表選出を目指したが、両足に豆ができるアクシデントが響き2 9トル付近で優勝争いから脱落し、9位に敗れた。その後長距離トラック種目で北京五輪代表を狙い、 6月の日本選手権で女子1万メートルに出走したが11位に終わり4大会連続の五輪出場はならなかった40歳となった2009年3月の東京マラソン2 0 0 9を最後に第一戦から退く意向を夫の務監督から明らかにされたその東京マラソン本番では練習時に風で体調を崩したため優勝争いには絡めなかったが 2時間35分台で完走して10位。ゴール直後広山は、今は終わって、ほっとしていると、笑顔で振り返るも、その2日後夫婦揃っての引退記者会見では、もうこれ以上戦う気持ちにはなれなかったと思わず、涙を見せる場面もあった。現役引退後は、公演、市民マラソンゲスト出走のほか、2009年4月から4年間主制度 RC の、 アスリートアドバイザーを担当していた。なお2009年11月23日には NHK ホリデーインタビューに出演し、競技徳島でそれまでの競技生活を振り返るインタビューを受けている。2010年3月7日、41歳の高齢ながら第一種となる長女を出産。同年10月24日に仙台で行われた森の都駅伝テレビ中継における解説から、 本格的に活動を再開した。2012年2月26日、43歳で、出産後初のフルマラソンとなる、東京マラソン2012に出場した。しかし、同年12月16日開催の全日本、実業団女子駅伝での資生堂 RC の結果が13位と、振るわず、翌2013年3月をもって、夫、つとむ監督と共に22年間所属していた。 資生堂 RC を退任、資生堂も退職した。2014年10月より、エボリューアスリートクラブ代表を務める夫、スト村と共にアスリートラボスタッフとして、アスリート及び市民ランナーへのランニング指導を、活動中。その他、皇后坂月全国都道府県対抗女子、駅伝競争大会、横浜国際女子駅伝などにも出場。ありがとうございます。